一周目ちょっとコース確認でね。そうですね、一周目コース確認でっていうことで、モコフィットネスです。今日は、兄貴加藤さん3人、平日なのに3人集まりました。はい、まあまあまあなんとことないビログですよ。はい、いつも通りトレーニングし始めましょう。これを見てあモコさんはずっとやってんだなっていうので、ねちょっとね心が折れ冬場って心折れかける人、まあ、僕も折れてますけど、見ながらモチベーション高め合いましょう。それじゃあ始めましょうか。安全運転で、はい、クランク。はい、お疲れ様でした。今日はですね、やっぱりゴール手前で、差し合いしたいんですが、勝ちだけをこだわってしまうと、練習自体全体的にぼやけちゃうんですよ。もう最後のそのゴールだけに執着した走りになっちゃうと、途中でね、休もう休もうっていう、まあ、レースはそれでいいんですけども、やっぱり練習会、自分の心拍を追い込んで筋肉を傷つけてなんぼなんで、もう前半、もう前半つかね、もう終始ね、踏んで踏んで後先考えずに
やりました。その方がね、やっぱね、再婚見た時、家帰ってきてからね、全然アクティビティの強度が違うんですよ。 TSS って言ったらいいんですか、疲労度が。最後だけの、ね、ゴールだけに執着してるとね、大したねトレーニングの質になってないんですよね。はい、そんな感じで今日もね、加藤さんと、兄貴に、やられました。加藤さん、おめでとうございました。刺されました。あと今日は、パワーハウスジム行って、ちょっとストレッチとかやって、あとまあいろいろ、まあいつも通りですね、なんか面白いトークが、浮かべば、トークしましょうか。さて、じゃあお疲れ様でした。Telling me it's alright, it's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette, and I'm burning. At your lips, it's not so innocent. Then you kick it up, and now I want to show you.はい、お疲れ様です。モコフィットネスです。ですね、今ストレッチとか行って、バーのみの、スクワット、あれ結構ストレッチ効果が高いんです。高強度のトレーニングした後に意外なほどあれ効果あります。ストレッチやって血流上がって、いいと思います。筋トレで、疲労回復、これも全然ありだと思います。で、今ストレッチとか終わって、今でタンニングとかやって終わりました。はい、でそしてですね、タイトル通りなんですけどもね、今金金さんジムがかなり経営がこう傾いてきちゃって、大変だっていうとこなんですけども、ライズアップから始まって、スポーツジムがねバーっていっぱい増えたんですけども、やはり、やる人口よりもフィットネスジムの数の方が増えてしまったいう現象ですよね。一昔前は、お客とそのジムの割合がいいバランスだったんですけども、ね、あまりにもジムが増えすぎちゃって、お客様よりもジムが多い、こういう現象が起きてしまって、やはりね、金金さんジムもちょっと傾いてきてしまったんではないでしょうか。確か金金さんジムの周りにもね、エニタイムとか、チョコザップとかたくさんできたそうです。で、うちもやっぱ例外ではなくて、近くにね、いろんなジムができたり、ここから、ね、数キロ以内にね、やっぱりエニタイムとかできたり、ちょっとね競合が出てきて、やっぱり大変厳しい状況です。はい、なのでもしね、千葉に住んでる方いたら、パワーハウスジムすべて揃ってます。はい、本当にいいジムです。もしよければ、ビジターでもいいので遊びに来てください。はい、それではですね、これから補給食をとって、あとは晒し物 のコメント。はい、お疲れ様です。今ね、実家に来て、いつも忙しそうでしょ、僕のビログって。忙しいんです。トレーニング行って帰ってきて、だってなんだかんだ1時ぐらいなんですよ。で、それからいろんな用をしたり動画編集したりして忙しいんですよ。なんか慌ただしい。で、ですね、これから3時のおやつなんですけども、チキンロールのチキン豆乳と納豆。はい、もうこのパターンですね。はい、はい、それでですね、さっき金金さんのジムが傾いたって話なんですけども、ロードバイクも例外じゃないですよね。やっぱりブームがさ、ね、前も言いましたけど、オワコンっていう話で、自転車業界もやっぱりね、ブームが過ぎ去って、ただ、ロードバイクに限ってはね、そういうジムとかがないので別にいいんでしょうけど、ね、まあそんな どのね、やっぱ物もね、やっぱりブームがあれば、こうやってまた落ちていくっていうね、その繰り返しなのかな。寂しいですかね。はい、最近ですね、僕がショート動画を出してるんですけども、ショート動画で、この間、サイクルボトルの、お話をしたんですけども、そんな中で、ゼロさんのコメントです。700リッター、これはまた僕もやらかした。
はい、そしてですね、ちょこっと雑談の、ピナレロ F5 の、お話なんですけども、ゆたけさんのコメントです。左右対称ではなく非対称アシンメトリーでは、これもまたやらかした。はい、そしてですね、そのショート動画なんですけども、おすすめサイクルボトルのフレーバーですね、入れるだけで100キロ走れるようになるのショート動画のコメントなんですが、複毛走行音像さん、これ読めないぜ、何のお仕事をなさってるんですかっていうところで、もう僕もうむちゃくちゃ水道屋さん勤務して、その後にパワーハウスジムっていうスポーツジムに働いて、今自転車屋、はい、まあ、こんな感じでですね、自転車が好きすぎて、人生が狂ってきてる、人間です。はい、僕みたいにならないように、皆さん気をつけましょう。趣味は趣味、趣味は趣味、仕事は仕事ですね。僕みたいにこういうよくわからなくなってくるとね、人生、はい。はい、そんな感じで今日は終わりしますよ。皆さんもね、今後ともね、モコフィットネス、有益な情報をお届けしますので、よろしくお願いします。それでは終わりましょう。バイバイ。いや、俺はもういっぱいいっぱいだ。